You're listening to Shibuya Cross FM. はい、皆さんこんにちは、はい、こんにちは、5月9日木曜日16時を過ぎました、はい、エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻ゆうきです。鷲山かなです。大場かえろです。よろしくお願いします。今日は晴れましたよ。お昨日雨降って、うん、はい、朝もちょっと降ってましたけどね。そうね、はい、昨日寒くなかったですか。寒かったですね。びっくりしちゃった、ね、うん、ほんと T シャツと、うん、ほんと厚手のなんかじゃないとちょっと昨日は寒かったんですよ、ね、うん、今日はまあまあちょっとそうですね、暖かくなって、はい、週末は27、8度いくって、そうなんですか。じゃあこの寒暖差よ、夏日とね、最近なんか体調崩してる人増えてますよね、うん、いっぱいいる、うん、あれこれいいのかな、言って大丈夫です、はいはい、私は喉が切れてますね。どういうこと。毎年、藤巻さん覚えてるかなと思ったんですけど、覚えてますよ。覚えてますか、はい、私毎年この時期に同じこと言ってるんですよ、藤巻さんに。毎年藤巻さんどうしたのって言われて、喉が切れてるんですって言ってるんですけど、なぜかと言いますと、ダンスのレッスンをしてまして、あの3月4月ってデビューするアイドルさんだったりとか何かを始める方が多くって、準備でめちゃめちゃレッスンが多いんですよ。ですっごい大声出しまくってると、だいたい4月か5月に切れるんですよ、喉が。いや、酷使しちゃってるってことね。そうなんですよね。で、ちょっと今日はマスクさせていただいてるんですけど、その切れるっていうのは炎症、はい、だから使いすぎて喉が炎症しちゃってるみたいなことでいいのかな、はい、そうですね、多分乾燥もありますし、もうなんか喉の中が切れちゃって血が出てくるみたいな、なんかっていうと血の味が常にする感じでしょ。なんかっていうとすごい大変なことみたいに聞こえると思うんですけど、いや大変でしょう。でもなんか慣れちゃって毎年のことなので、まあ毎年ね、そう、いや覚えてなかった、絶対覚えてなかったなと思いますけど、さっきも初見の感じやったよ。そうね、切れるって何みたいな、それを毎年説明してるんです。そう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 。あ、本当、でも毎年説明するっていいこと。いや、開き直らない。開き直らない。でも全然元気なので。あ、だから熱中しちゃうんだ、きっと。そうですね。こうレッスンで、こうガーッと入って、だって本来さ、毎年なら、うん、ちょっとセーブしなきゃっていうのがあるけど、とか腹式でこう喋るからこうね、本当だったら抑えれるけど。なんか本番を見越したでっかい会場とかでやると、マイクがないと。もう何言ってるか分かんないですか、届かないか、なんかもうあなたはまた右ですみたいなのをすごいでかい声で言わなきゃいけない場面が多くて、ね、そう、覚醒器っていうのね、あれ買おうと思ってるんですよ。マイ覚醒器買おうかなと思って。音を壊すぐらいなら常識って言われるかもしれないけど、やっぱり自分守んないと、ね、そうですよね。買おうかな、え、買ってくれますか。あ、確かにそうですよね。買ってほしいな。おねだり、ここまで言うんだったら、はい、本当におねだりなんとかリリーはい、無理な、はい、ということで、ね、はい、始めていきたいと思いますけども、はい、まずは今日は何の日のコーナー、はい、じゃんじゃん、はい、はい、アイスクリームの日ということで、みんな大好き、はい、大好き、アイスクリーム、まあ、1965年に日本アイスクリーム協会が制定したんですよ、うん、日本で初めて、はい、アイスができた、はい、アイスが作られたとか販売されたのっていうのはだいぶ前です。明治2年です、うん、だから幕末後、はい、2年後です、うん、横浜で、まあ、じゃあ海外からね、うん、来たものとして発売されたんですよ、うん、いくらだと思います今の価値で。わー、高そう。一発目のやつってこと。はい、アイスクリー ム, リーム量にもよるでしょうけど、その今市販されてるぐらいの量で一人が食べるぐらい。でも今の価値で言うとですか、当時、あ、まあ、今の価値で言うと、今の価値で、じゃあ、はい、今の価値で言うと500円ぐらいの価値あったんじゃないですか。500円、3000円、うん、今の価値で8000円だと。高ー、やば、食べれない
ないよ、そんなアイス。ニモンっていう。食べれない。まだ絵になる前なんで、ニモンって。じゃあもう目上のというか、位の高い人しか食べれないみたいですね。じゃあもう高級な メロンみたいなもんだ、本当に。うん、そう、だってそもそも、だってで冷蔵庫ができたのも日本ってだいぶ後じゃないですか。あ、そうなんですか。そうなるとね、アイスってもうその場で作るしかないじゃないですか。はいはい、なんかよく聞きません？おじいちゃんとかに、うん、氷屋さん来てたみたいな。氷屋さん聞きます、はいはいはい、それ冷蔵庫に突っ込んでたって聞きます。意味わかんなくないですか？意味わかんないです。もう我々生まれて氷屋さんって知らないですよね、うんうん、氷できるもん、冷蔵庫ででしょ、うん、でもその、ほんとちょっと前まで、うん、おじいちゃんたちが、まあ若い頃、うん、氷屋さんを、うん、で冷蔵庫に詰めてたみたいな、保冷バッグみたいなことしてたってことですよね、今で言う。考えられます？考えられない、考えられない。今それ冷蔵庫やったら買わないですよね、うん、ちょっと電気と繋がってないんで、あの、うん、氷買ってもらっていいですかって言われても買わないでしょ、うんうん、ようなことがあったそうで、はい、ということで、アイス、好きなアイス、うん、好きなアイスも僕一択ですよ。何ですか？もうハーゲンダッツです。あー、いいなー、めちゃくちゃうまい。出たよ、ちょっとそうやってさ、 お金持ちの感じ出してさ。いや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 、そう思ってないですよ。僕その一人の時は全く食べてなかったですよ、うん、それだからこれ美味しいよって言われて勧められて食べたら、もうほんとうまくてびっくりして。いろんな、そうなんですか、うん、そう、いろんな味あるでしょ、うん、ありますよ、ハーゲンダッツにも、うん、はい、限定品とかも、はい、何が好きですか？ハーゲンダッツ、僕あれです、ピスタチオ、ピスタチオ、あ、ピスタチオある、ピスタチオある、好きですね、はい、あれいいっていう人多い、うん、なるほど、うん、僕はチョコクッキーなんですよ。ああ、チョコクッキーも ね、 いいですね、うん、ハーゲンダッツ食べたことないんですけど、いやいや、お金ない、いやいや、冷蔵庫にも何十個持ってるし、いや、もうおばさんみたいな、たくさん持ってるし、いやいやいや、おかしい、おかしい、おかしい、はい、とか言って、はい、鷲山さんは、はい、私アイス大好きなんですけど、サーティワン結構なんかご褒美で食べちゃう。サーティワンいいじゃないですか。ハーゲンダッツもご褒美で食べるんですけど、うんうんうん、小さい。あ、そうね、高級、ね、ちっちゃいの、まあ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 、食べ終わっちゃうすぐ。確かにすぐ。そうだから、やっぱサーティワンのあのドカンみたいなやつが食べたくて。サーティワンって、うん、あの店舗以外で売ってんの？たまにコンビニで売ってますよ。そうですね、そうなんですか。たまにコンビニで売ってます。わかんない、はい。僕のイメージ、うん、ちょっと入りづらいんですよ、男一人で。そうなんですか？わかります、わかります。可愛いから。そうそう、なんかピンクの、うんうんうん、なんかキラキラした感じのイメージで。それでアイスって一人で言うのちょっとこう。あ、そうか。連れがいるなら、まあ男二人ならまだわかるけど、一、はいはい、人でちょっと今日アイス食べたいなーで、うんうんうん、ダッツ入れないです。なんかね、なんかね。これ、あの女性で言う松屋みたいなもんかな。あー、ちょっと牛丼屋に女性一人で入るみたいな。まあ今はね、もうそんなないでしょうね、昔のね。確かに確かに。ありますよ。へー、それはわかります。ちょっとハーゲンダッツ入りづらい部分はあります、ね。じゃあ今度行きましょう、3人で。いや、ごめんなさい。なんで？どうして？行こうよ。好きじゃないんだから。サーティーは行こう。嫌いなの？うちらの、うん、うちらのこと嫌いなの？いや、こういうネタじゃん。こういうネタじゃん。分かってます。嫌いだったらずっとこんな長く一緒にやってないじゃん。顔おかしい、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 ずっとあの顔してる。歯並びいいな、歯並び綺麗な歯並びしてんな。いや、ということでね、僕は、あの、チョコモナカジャンボって知ってます？知ってますよ、定番の。うまいですよ、僕あれなんですよ、うん、それこそハーゲンダッツも大好きなんですけど、うん、やっぱり富裕層の人と違うんで、いやいや、僕は俺もご褒美でしか買わない。安い時はスーパーで特売の時しか買いません。あの218円とかの時しか僕は買いません。特売でも安い時しか僕買いません。特売でも買えないよ、こっち。いやいや、買えるわ、こっちみたいなのも。買えるわ。でもチョコもなんかジャンボ、いい、超好きで昔から、はいはい、もう子供の頃からあったでしょ。いや、もうありました、はい、ありました。で、あのマイナーチェンジしてますけどね、あの大きさで、うん、マイナーチェンジ、うん、で、なんかパキッ、うん、はいはい、で、こうもうね、ご褒美です、僕。わかります。いやいや、あの板チョコがいいですよね。板チョコが、チョコいいっすよ。そうなんですよ、大好き。あの食感とね、あの音がいいですよ、パリっていうね。まあ、食べたくなってきた。いいですよね。それこそね、それこそあったかくなってきて、これから皆さんアイス食べる機会もあると思うんでね、はい、5月9日。あ、ちなみになんでかっていうと、うん、あの連休が終わって、うん、これからアイスが食べる時期になってきますよを言いたかったそうです、うん、アイスクリーム協会が。そうなんだ。だから、まあ、アイスクリーム協会の回し者ですよ、うんうん、
まあ、回し物ではない。回し物だよ。だからそのアイスの絵、絵めっちゃ気になる絵。顔がなんか怪しいんですよ、これ。ね、アイスですね。アイス？はい、ということで始めていきたい。なんか絵がだんだん雑になってきてる気が。エンタメジャック石部屋、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたします。ということで、さあ大場さん、はい、よろしくお願いします。はい、まあ大場のコーナーでございますけども、はい、まあゲームとかまあいろいろこうねコーナーやらせてもらってるんですけど、今日はこちらのコーナーでいきたいと思います。大場家野郎の競馬のコーナー、やった。まあ、これは、はい、いやもう僕ら本当に何もわからないんで。本当ですか。まあ、まあいろいろ教えていただいて、はい、多少知ったんですけど、はい、まだわからないことたくさんあります。本当ですか、はい。まあ、競馬はもうね、もう年がら年中やってますから、はい、ただ、まあ5月の最終週ですね、うん、5月26日ですね、うん、日本で一番格式のある競馬のレースが始まるんですよ。なんすか、一番格式、はい、それがこちらでございます、はいはい、日本ダービーです。聞いたことあるぞ。聞いたことある、前回こちらで予想させていただいた時有馬記念だったんですよ、うん、でドーデュースという馬が来ると言って、でゆきくんがすごい、本当に来ましたねって言って、もう LINE までくれるぐらい、うん、普段 LINE なんてくれないです。仕事以外の LINE なんてくれないですけども、そのゆきくんが個人的な LINE を僕にくれたというのがそのドーデュースでございます。いや、そうなんですね。買っとけよかったっ、ね、本当に確かに、いやちょっと疑って分かんないから、うん、あの時ね、はいはいはい、いや、マジで、いやでもドーデュースが来ると僕は言ってました、はいね、でその有馬記念が一番年で1年で一番盛り上がるレース、一番収益が上がるレースだと JRA がね、はい、有馬記念が一番みんな買うんですよ、はい、でこの日本ダービーというのは競馬人、まあ、競馬界にいる人が一番取りたいレースがこの日本ダービー。競馬に携わってる人が一番取りたいレースなんですかっていうと、100人中100人がこのレースというのがこの日本ダービーです、はい、もう伝統のある日本ダービーっていうレース、まあ日本だから、はい、もうこのレースに向けて、まあ、馬を調教していくと言っても過言ではない。みんなこのレースです、うんうん、なるほど。でそれが始まると、これ、はい、G1 ってやつですか。 G1 レース、はいはい、G1、はい、聞いたことある、はいはい、なんでもうこの日本ダービーっていうとメディア もうすごい取り上げるんで、うん、もう1週間がすごい盛り上がるんです、競馬が、うん、なんでこの日本ダービーの予想していきたいです。はい、はい、で有馬記念予想した時も僕サイン馬券っていうのをいっぱいやってるんですよ、うんうんうん、まあ、ちょっとオカルト的なやつなんですけど、うん、世の中にある事柄とか、うん、出来事がこの G1 のレースに直結してるんじゃないかと、うんうん、はい、まあ、古くは松田優作さんが亡くなられた時に、うん、大優作という馬が有馬記念を買ったとか、うん、ね、9.11 のテロがあった時は、うん、マンハッタンカフェとアメリカンボスと、アメリカで起こった出来事なんで、うん、っていうように、まあ、こうサインっていうのがあるという、うん、はい、言ってました、はい、で僕は最近、その前回のドーデュース当たった時は、うん、JRA の CM から結構サインが来てるということで、JRA の CM、 前回は長澤まさみさんが赤のドレスをまとってたんですよ、うんうん、で赤枠が来るということでドーデュースも赤だったんで、うん、赤のドーデュースが来るって言ったら1着だったんですよ、はいはいはい、で今回もそのサイン馬券で、はい、私予想していきたいと思います、はい、でそのサイン馬券今回 CM 見たら、うん、今回、ま、長澤まさみさんが出てたんですよ、はい、長澤まさみさんまた赤のドレス、うん、はい、赤、勝利の女神か、はい、で佐々木蔵之介さんも出てるんですけども、うん、白のタキシードだったんですよ。赤白が来ると、うん、で、はい、なんで今回の日本ダービーは赤と白が来ると、でしかも最後にディープインパクトと有名な馬いますよね、うん、もう競馬知らない人でも知るディープインパクトが最後に映ってたんですよ。ということはもうこれがキーワードだと、うん、いうことで、うん、まだね、5月26日なんで、その誰が赤の帽子か白の帽子かってまだ枠順っていうのが出てないんですよ、うんうん、なんで、出た時に赤の馬、白の帽子の馬と赤の帽子の馬をまずチェックしていただいて、うん、最後ディープインパクトの子供、うん、でもディープインパクトでもなくなったんで、うん、子供はもう出てないんですよ、うん、ただ、うん、ディープインパクトの孫が出てるんですよ。もうそういうこと、孫の世代なんですよ、はい、すごい。で、孫の馬が出てて、その孫の馬がこちらですね、はい、なんだなんだ、もうパッと言われても皆さん分かんないと思います。絆というのが息子にいて、うん、その絆の子供、はい、で
シックスペンス、うん、ジャスティン・ミラノ、はいはい、で湘南ラプンダって父が書いてるんですけど、はい、この3頭が絆の子供なんですよ、うん、なんでこの3頭の名前を、まあ、ちょっと覚えれないと思いますけども、うん、まあ、このアーカイブもありますんで、うん、見直していただいて、うん、この湘南ラプンダ、シックスペンス、ジャスティン・ミラノチェックしていただきたいなと。あと赤白の帽子、え、これ出るんですかこの3頭。出ます出ます。3頭とも、これはもう3頭は確実に出ます。もう出走馬はもう確定してるんで。じゃあどうすんの、これ、ね、どうすんの。シックスペンスとジャスティン・ミラノがでかいのは何か意味あるの。これは人気の馬なんですよ。あ、そうなんだ。どっちも多分1番人気と、うん、まあ、2 3番人気ぐらいになる馬ですね。だから湘南ラプンってあんま人気ないと思う。10番人気。あ、なるほど、はい、へえ。だから、まあ、このじゃあ3頭を買っとけば、うん、もしかしたら確率高いかもですね。僕はかなりの確率で来ると思います。赤帽子、赤帽子、白帽子がもし人気薄だったらこの3頭にうまいこと絡めて買えば。赤帽子って誰が赤帽子なんですか。それはね、騎手が赤帽子です、はい、赤と白。それも決まってるんですか。それもね、決まる。それで枠が決まる。1枠、2枠、3枠ってこう。でそれによってやっぱ外の枠だとこのコースロスがこう大きくなるんですよね、はい、なんで不利だと言われる。あ、その枠によって機種って帽子違うんですか。帽子違うんです。うわー、はい、その驚き、はい、1枠が白、2枠が黒とかって決まってるんです。あ、じゃあもう勝手に自分はラッキーカラーが赤だからとかで被れないんだ機種は。そうです、そうです、確かに被りたいな、ラッキーカラー。なんかてっきりそう思ってました、はい、確かに。で、あの服の色って毎回馬によって違うんですけど、あれは馬主さんが決めた勝負服って言われるやつで、それはもう馬主さんによってあの服が決まってるんですよ。そうなんすか。馬主さんがこの柄でこれで制作してくださいって言ったやつを着てるんですよ。じゃあ騎手本人は、いや、仮にですよ、嫌、はい、でもそれ着なきゃいけないんだ、はい、もうそうです、そうです。うわ、もうその服はもう決まってるんです。なるほど。ただこれ中央競馬はそうなんですけど、地方の競馬は騎手によって自分の服があるんですよ。地方競馬は馬主さんじゃなくて騎手が自分のまあ、それこそラッキーカラーとかその自分の作った服を着て出てるんで、うん、中央競馬は馬主さんが作った。なるほど、そうなんですね、はい、いや、ちょっと難しいけど面白いね。うん、面白い、はい、じゃあさ、じゃあさ、うん、なんだろう、はい、これもし、はい、勝ったらどうします。勝ったらどうします。どういうことですか。なんか負けたらどうしますか。聞いたことあります。罰ゲームみたいな聞いたことある、うん、だって勝ったら逆に、いや、だって当たたら、はい、あ、勝ったら、勝ったら学生機買おうか。そう、勝ったら学生機買ってください。じゃあちょっとこれの予想でゆうくんちょっと買っていただいて、うん、当たったら学生機買うっていうのはどうですか。買い方が分かんないんだよな。これ1000円、1000円、1000円でいい、うん、そういうんだね。それでも大丈夫、単勝で、うん、でも単勝が2倍とかだったら1000円、1000円、1000円で買ったら当たっても2倍なんで2000円にしかならないんで1000円マイナスなんですよ。2倍。いや違う、だって1000円ずつ3頭に買うんでしょ、はい、1000円、1000円、1000円ってことは3000円かけるわけでしょ、はい、で、もし1着のジャスティン・ミラノがすごい人気の馬で2倍しかつかなかったら、うん、1000円が2000円になるだけじゃないですか、はい、3000円かけて2000円だから1000円マイナスじゃないですか。それでもいいんですか。あー、え、じゃあむず、何、やんない方がいいじゃん。ちょっと待って、だってやんなかったらさ、マイナスだったよね。だから倍率の低い馬を買うんだったらもうその1点ぐらい、もうそれ、ちょっと待ってください、本末転倒。話が終わっちゃうじゃないですか。やんない方がいいわ、面白かったな。だってそんな、マイナス1000円ですとか言われちゃったから、もう怖くなっちゃった。これだったらジャスティン・ミラノだけを買うとかです、うん、そしたら買ったら1000円が2000円ですよ、ね、じゃあちょっと待ってください。じゃあ、はい、大場さん、どれ1個言ってくださいよ。1個あげるなら、はい、1個あげるなら多分1万人気ジャスティン・ミラノなんですよ、はい、だけど僕はシックスペンス。あ、じゃあ分かった、この3つで赤帽子、はい、の誰かにします。赤とか白に入った馬がいいんじゃないですか。にしましょう、はい、ね、入らなかったらその時まだちょっと考えましょう。いや、もうほら笑っとるやん。おい笑っちゃってんじゃん。いや、でもありがとうございます。はいはいはい、なるほど、これ面白いね。うん、面白い。いや、ちょっと皆さんこれで学籍買いましょう。来月の、うん、木曜日、うん、はい、ちょっと結果出てますから、5月の26日にありますから、うん、楽しみですね。はい、はい、大場さん、ありがとうございます。ありがとうございます。一曲いきますか。うん、ね、はい、はい、それでは聴いてください。押山かなでフォーカス。
純粋なその瞳にグッと来て見つめてる綱渡りの恋ゆらゆらしているよまるで綺麗なペンダント少し触れてみた骨と髪寝癖だよね胸の中ではしゃいでることに今気づいたんだ明日はどうなるんだろう行き先のわからない恋にワクワクしてる私がいる小さな小さな気持ちから大きな愛に変わってゆくんだ気づいたのいつでも隣には私がいるよ出会えた奇跡伏せて How was it? つく毎日毎日その積み重ねがきっと愛になる何でもない瞬間にキュンとしちゃうの心踊る幾重にも重なる歌でした。聞いてましたかな。魂抜けてたかな。はい、続きます。いやいや、どうしたんですか。もうマイク合ってない。マイクの場所合ってない。さあ、わしやまさん。急にアルコール入れたみたいな。ね、大丈夫ですか。はい。それでは次は、わしやまかなのこのアイドルを紹介したいのコーナー。はい、このコーナーは毎月わしやまかなが、激推しをしているアイドルを紹介していくコーナーなんでございます。誰かな誰かな今月は誰かなもう笑ってるじゃんもう は、 はい、はい、誰かなはい、はい、今月はでるるるるでんナノメートル、なんか
聞いたことある。聞いたことあります、はい、知ってますか、ナノメートルっていうユニット、はい、知ってるんですか。聞いたことあるな。2人組なんですけど、はい、詳しくは忘れましたけど、もう一回教えてもらって。あ、本当ですか、はい、ちなみにメンバー知ってます、うん、1人。メンバーは1人分かります。1人なんか、そうですね、はい、なんか喉が切れてそうな人。あー、はい、喉が切れてそうな人、ね、この時期喉切れてそうな人。いや、まあ、分かってなかった。1人いる。すごい。そうだ。え、ちょっと待ってくださいよ。1年前の出来事覚えてない、まだしも。つい先月のことも忘れてる。どういうこと。そうか、毎月説明しますよ、ナノメートル。ちょっとおじいちゃん。いや、俺はてっきりなんか興味ないんですよ、全く。あ、興味ないの私。おじいちゃんじゃないぞ、全く。鷲山さんに興味ない。4年間一緒にやってて全く興味ない。5年です、5年。喉がもっと切れる。喉切れちゃうから。それぐらいびっくりする。あ、俺てっきりさっき教えてるって言ってたから、あ、今日違う人だと思ってたん。うん、違います、私です。私ですね、はい、すいません。待ってくださいよ。はい、はい、じゃあ説明をさせていただきますので、はい、藤巻さんもね、ぜひ覚えていただけると嬉しいなと思います。すいません、そうか。はい、ナノメートルというグループがですね、はいはい、なんと今週日曜日12日にデビューします。はい、ついにデビューします。というのもですね、はい、1年ぐらい準備してたんですよ、はい、うん、そうだったね、めっちゃ長くて、うん、早くデビューしろよみたいな。めちゃめちゃ そっか長かったんですけど、はいはい、やっとね、ついに今週日曜日デビューということで、はい、今絶賛合宿中なんでございますけれども。合宿してまして、はい、2人でずっと、もう朝なのか夜なのか昼なのかがわからないくらい、もうずっと作業とか、ダンスとか歌とかをやってるんですけど、はいはい、でもお互い仕事もあるので、まあ、仕事にも行きつつ合宿をしてみたいな感じで、はい、合宿はあれですか、どこでするんですか、そのスタジオに入って。合宿はうちでやっ、あ、鷲山家で合宿してるんですね、はい、合宿をしております今。はあ、そうなんです。いやでも大変だよね。いや本当に、なかなか、なんかこのアイドル初めてやった時に、はいはい、このまあデビューする時に大変で、はいはい、でまあそういう、まあ、合宿してぐらいの感覚あると思うんですけど、うん、なかなかこんな本当ちゃんと大人になってからまたこんな合宿して必死にみたいなことあんまりないので。青春じゃない。いや、確かに まさにそれ思った。いや、逆に幸せだなと思って。青春ですね、聞いてて思ったな。確かに、まあ、ね、当の最中の本人はきついだろうけど、うん、ちょっと旗から聞いてると、あ、なんかいいな。いや、そうだよ、その、うん、ね、デビューに向けてもう頑張るっていうのは、うん、そうですよね、なんかあれだ、取り戻してるわ青春を。いや、素晴らしい。素敵素敵。そんな感じで今一生懸命練習してるんですけれども、はい、浅草橋にあるマンホールさんっていう会場でデビューライブを行うんですけれども、はい、ゲストさんもね3組いて、うん、結構なんか色の違うグループさんで、はいはい、アーティスト、ソロアーティストの方もいれば、うん、もうザ・アイドルみたいな方もいれば、うんうんうん、ちょっとファンクジャンルがファンクな感じの、はいはい、ファンクなアイドル、はい、ファンク、パンクじゃなくてファンクファンクです。ファンキー、そう、はい、ちょっとこう破天荒というか、そう、ファンキーな、ジャジーは全然違いますよ。ジャジー、なんていうの、ファンクミュージック、ファンクミュージック、うん、のアイドルがいて、その3組に来ていただくんですけど、だからもう、なんていうんだろう、ただ普通にザ・アイドルのライブという感じよりかは、もうそこにその日行ったらいろんなジャンルの音楽が聴けるよみたいな感じのライブになってまして、で肝心の私たちのライブなんですけど、まだもちろん楽曲もその日お披露目なので発表してないんですけど、私たちの楽曲も結構いろんなジャンルの曲が詰め込まれているので、多分なんか新鮮味がすごいあると思うんですよね。なるほど、うん、そう、それこそさっきいつも聴いていただいてる私のフォーカスっていう曲はもう結構もうザ・アイドルみたいな感じの楽曲なんですけど、うん、またそれとは違った感じのね、うん、楽曲が、ありまして、もともとそのグループのコンセプトが、うん、世界で活動したいみたいなことなので、うんうんうん、ちょっとワールドワイドな感じの、あ、そう、はい、
出せたらなと思って。楽しみ。じゃあ歌詞もちょっと英語入れたりとかもしてるわけです。あるかもしれない。おーワールドワイド。じゃあもう絶賛今もう最終稽古というか。やばいですね。最終稽古っていう表現でいいのかな。いやそうですね、もう最終稽古なんですけど、うん、最終にたどり着いてるのかどうかわからない感じがすごい。でもさ、そのもちろんそのね、はい、お笑いもそうだし、はい、俳優とかの舞台もそうだし、うんうん、アイドルもそうだけど、うん、もう出たとこ勝負ってところないですか。なんかもちろん、うんうん、ネタ食って食ってとか、うん、芝居練習して練習してやるんだけど、うん、どっか不安残ってて、うん、いやもうゲネとかやって、うん、ゲネってこれ最終動詞みたいなやって、完璧と思いつつどっか不安を持ちつつ上がる気持ちよさってありません？あ、その時の方がうまくいくこと多いかもしれない。そうなんだよな。新ネタで悩んでて、やっぱりこう大丈夫かなと思いながらも、でもまあ練習してきたし自分の中で自信もある状態で出た時の方がいいですね。で大丈夫大丈夫と思ってる時のが意外と失敗します。そう置いたんですよね。そうかそうか、確かに。だからこう変な、うんうん、変な感覚なんですよ、うん、でも確かにです、ね、これって持ってるともしかしたらいいのかもね。そうですね、うん、うんうん、そうですね、その緊張感なくなったらあんまり良くはない。確かに、うん、すごい思う、うん、いや素晴らしい、はい、なのでね、ぜひね、見に来てください。5月 の12日日曜日ですよね。今週日曜日、僕はもうきっちり覚えてましたけど、ゆきさんは先のリアクションだと思う、完全に忘れてた感じと、ね、ちょうどあれだわ、はい、あ、なんだろうな、あれがあった、あれってなんだ、残念だ、あれってなんだ、悔しい、あれってなんなんですか。いや、ほんと悔しい、うん、あれってなんなんですか。あ、行きたかった、うん、あれってなんですか。あれはただなんか、いやでもほんと頑張ってね。やばいやばいやばい、多分遊びに行くだけですよ、車でどっか遊びに行く。配信もありますからね。そうですよね、はい、皆さん配信もありますし、まだ、うん、でまだちゃチケット買えますので、ちょっとVIP が売り切れたかな、なんですけど、おー VIP、はい、はい、チケット通常まだね買えますので、はい、ぜひあれもあるのかな、お越しくださいませ。グッズも、グッズめっちゃいい、おグッズめっちゃいいですよ。わ、ありがとうございます、聞いてくださって忘れてた、はい、グッズめっちゃいいです、はい、T シャツと写真集と、はい、アクリルキーホルダーを販売するんですけど、はいはいはい、もうね全部めっちゃいいくて、うん、写真集も中身結構、うん、こだわってるので、うん、ぜひゲットしてほしいし、うん、なんかクラウドファンディングしたので、クラウドファンディングでもうすでに買ってくださってる方にはちょっと色違いだったり別バージョンのやつがついてきたりするんですけど、うんうん、会場限定のものもねあるので、うん、ぜひ。あれないの、チェキ、あ、チェキもあります、チェキもあります、終演後は行って、はい、チェキ買って、はい、お話ししてちょっと。そうです、そうです、うわうわ、前回に出たあれはやめてほしいですね。なんか無賃乗車みたいな、なんかね、あー、無線がつきね、無線がつきはダメ、無線がつきはダメですよ、ね、無線がつきはダメよ、はい、そうダメですよ。いや覚えてないの絶対、無線がつき、無線がつき絶対覚えてへんよ、無線がつき、無線がつきってなんかほらお金も払わずこうなんか、うん、なんか並んだりこうなんか握手とかしようとするやつのことを無線がつき、ほんとやだよね、覚えてなかったよ、無線がつき、ほんとやだ、俺も無賃乗車って言ったけど、無賃乗車やばい、確かにね、それはもっとダメです、ね、無賃乗車本当に犯罪です。いやでもほんと無理せず、はい、なんかね無理せずでも多少無理しないと、そうなんですよっていう、なんか変なこと言ってるようだけど、うん、わかります、この狭間ってわかりますよね、うん、我々、はい、頑張って、はい、頑張ります、うん、はい、ください、ぜひ皆さん、ぜひちょっと僕はちょっと見に行けないんですけど、なんでやねん、ちょっとまだわかんないですよね、ちょっと調整して、はい、いや、行かないです、行かないじゃん、行かないよ、はっきり行かないよ、それは本当予定がね、入っちゃって、なるほどね、あー悔しい、あー、くそ、いやいやいや、下手くそ、役者の割に下手くそか、そう本当に、ということでね、演技やってた、はい、頑張ってください、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、じゃあ私のコーナーなんですけども、はい、まあ、時間が許す限りちょっと話していきたいと思います、はい、全然違う、うん、テーマです、はいはいはい、はい、日本の三大疾病の、うん、あるじゃないですか、はい、ありますね、がんとか、はい、ね、その、まあ、もそ、まずその、はい、じゃん、人類はがんを克服するのかという、今日はね、ちょっと難しいですよ、大事よ、でも、うん、やっぱり、うん、年齢重ね、半分ぐらいはがんになる人が多いと、うんうん、日本人は特に、で、その中の人口の半分、はい、で、まあ、治る治らないあって、まあ、3割の方が死因ががん、で3代っていうぐらいなんで言われているんですよ。なんか身近でもよく聞きません、ニュースとかで、なんとかがんで亡くなりましたとか、脳科みたいな感じあるじゃないですか、うん、がんって
もう我々子供の頃から聞いてるけど、うん、結構富士の病って聞いてたじゃないですか、うん、で最近なんか治療法ちょっとずついろいろなんかね出てきたよみたいな、だいまいちわからないですよね。わかんないよね、聞きたいです。僕もねさらっとなんですけど、はい、説明していきたいと思います。お願いします。はい、基本がん治療っていうのは、うん、基本3種類です。3種類、はい、3、はい、何でしょう。わかりました、はい、3、わかりました3、はい、はい、放射線治療。はい、放射線治療療法、うん、そうですね、はい、はい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 、投薬治療。投薬、そうですね、はい、はい、はい、もう一個なんだろう。あともう切る。はい、その通り、はい、外科直接切っちゃう、取っちゃう、はい、あと抗がん剤治療、まあ薬物療法ですね、はい、あと放射線療法、うん、基本この3つ、うん、でずっと結構前からこの3つなんです、うん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 、でも逆に言うとずっとこの3つなんです、うん、こんだけ医療が発達したのに、うん、ずっと結構の間この3つ、うん、いろいろ出てきては使えない、うん、効かないって言われていて、まあ、一番最後はまあこれですよね。放射線というのはその、まあ、戦後なんでね、うん、でも最初はこれからスタートですよね、はい、で、まあ、がんってもちろんこの3つなんですけど、うんうん、この3つの特、まあ、これは直接取っちゃう、はい、ピーッパカッって開けて、はい、取っちゃう、はい、その患部を取る、はい、胃がんだったら胃摘出って摘出とか聞いたことありません、はいはい、あの王さんとかそうでしたよね。胃を何パーセント取っちゃうとか、その患部をね、うん、あと抗がん剤治療、うんうんうん、まあ、お薬飲んで、うん、それで治を弱めていくとか治していく、うんうん、放射線治療というのは放射線を当てて、うん、っていう。ただこの2つに関しては、うん、かなり副作用もすごい、うん、リスクがあるっていうのは、ね、なんとなくわかるじゃないですか。だからそれをやらない人もいるって言いますよね、うん、そうなんですよ、うん、あとやれない、そもそも体弱っちゃってるとか、いろんな人個体人ごとに全然その違うじゃないですか、体の強さが違います。なので、まあ、この3つ最近でもこの先端医療っていうのが進んでいますと、はいはい、なのでこれが第1、第2、第3、うん、第4ができたんですよ。第4のがん治療、へ、初めて聞いた。それが免疫療法、はい、あ、なんか聞いたことある、なんか聞いたことある、はい、免疫療法がキーっていうか、はい、でもこれちょっと前まで、うん、この免疫療法は嘘っぱちって言われてたんですよ。はい、そうなん、すごい声出ちゃった、はい、聞かない、効果ないって言われてたんですよ、はいはい。でもそうなんだ、やっぱ医療って長い目で見ないとダメじゃないですか、うん、それだと最近は効いてきてると、うん、まあ、技術も発達して、うん、ということなんですよ、うん、さあこの免疫療法って何でしょうと。そうですね、まず免疫、はい、まず、はい、まあ、放射線治療っていうのは、はい、まあ、いろいろ放射線だけでもいろいろあるんですよ、うん、この放射線治療、はい、これは粒子線と光子線、うんうん、どっちかです。で、難しい。今まで言われてるのが X 線とか、はい、聞いたことあります、とかガンマ線、まあ、こっちがメインだったんですけど、うん、最近はこの放射線治療についてもこの粒子線で重粒子、陽子、うん、この陽子っていうのも最先端治療です。陽子聞いたことない。そう、難しい、うん、あの陽子です、陽子、あの物質の陽子、うんうんうん、すごい速さでやると分離してって、うん、それで当てるっていう治療で、ガンマ線とか X 線より、副作用が少ないっていうのが今またできてるんですが、ちょっと今日はこっちじゃなく、うん、その免疫治療のですね、うん、免疫療法、はい、免疫療法ってどうやってやると思いますか。免疫力を高めるとかっていうんで、自然治癒みたいな感じで体を強くするみたいな、なんかそのがんを倒すための何かこう、ものを高めるやつじゃないですか。和島さんどうでしょうか。なんかもともと自分のなんか何免疫、はい、に合うやつをもらうみたいな。うわー、 お二人ともなんかニアーニアーです。ニアー、おー近い。こういう感じです。人間には T 細胞ってありますね、はい、T 細胞、これ T 細胞ががんを攻撃してくれるんですよ、うん、
これがんって、うん、そもそもなんで見つかりにくいかっていうと、うん、自分の細胞だからです。あコロナみたくウイルスが入ってきたわけじゃなく、うんうん、人間というのは細胞分裂を繰り返していますよね、うんうん、毎日毎秒、うん、瞬間瞬間に、うん、それが1から2、2から4とブワーッと増えていってるんですけど、うん、たまに1から2ってその2の時に、うん、片っぽがちょっと不良なんですよ、うん、例えば、うんうんうん、こっちは普通のいい細胞、こっちは不良、ちょっと出来が悪い、うん、この出来が悪いのっていうのはなぜか不良は強いんですよ。へえ。で、この2が不良の2がまた2、うん、不良の1がまた2、うん、って言って結構秩序を乱すんですよね。だからよく世の中で昭和の時言いませんでした？お前は世の中のガンだ。まあ言いますね。まさにそうなんですよ、うん、秩序を乱すんですよ。その秩序を乱し、いい細胞も食って、うん、攻撃していっちゃって、うん、がんっていうのは広がっていってしまう。でもこの T 細胞が本来は攻撃してがんを自然治癒でやっつけてくれてるんですよ、うん、だから我々も実は多分なってます、うん、でも自然治癒で T 細胞が退治してくれるんですが、いかんせん自分の細胞だから発見しにくいんですよ、うん、T 細胞くんも見えないんですよ、あれ、うん、不良っぽく見えないんですよ、でも不良なんですよ、うん、っていう ところなんですよね。で見つかりにくかったり、さらにスキルスがんみたいなのもあって、目視もわからないぐらいがんっていうのがあるんですよね、難しい。そうで、この基本的にはこうですと、うん、で若い人がなりにくくて、年取るとがんってなりやすい、うん、まあ、傾向にあるのはなんでか、自然治癒能力が減ってるからそうです。T 細胞くんがどんどん減っていって、うんうん、T 細胞も老いるんですよ、人間とともに老いる細胞も、うんうん、ただ子供が仮になっちゃった場合、うん、細胞分裂早いから進行が早いって言いません、うん、なってしまうと進行早い。でも基本的には自然治癒でなんとかなっているんですよ、基本的には、うんうんうん、っていうことですね。なんとなくこれでわかります、がん、うんうん、でこの免疫療法、うん、っていうのは、まあ、免疫療法にもさっきの放射線のようにいろいろあるんですけど、うんうん、基本的には、まあ、注射打ちます、うん、その注射打って細胞って面白いのが、うん、T 細胞って面白いのが、うんうん、記憶するんですよ、うん、記憶、うん、一回、うん、例えば風疹とかって一回なったらならないって言いません、はいはい、あ体が記憶してるんですよ、細胞が、もう T 細胞が入ってきたら退治してくれるように、うん、記憶してくれるので、うん、免疫だから打ちますと、うん、打ったらで覚えさせるんですよ、うん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 、敵だと敵を倒しなさいってプログラムさせるみたいな、はい、そしたらがんがもしあったとしたら、うん、やっつけてくれる、うん、自然治癒も必要ということで、これがだから免疫だから、なる前にやることが大事かも、うん、まあそうですね、でなってからも抑えてくれると、うん、こう攻撃してくれるから、うんうん、っていうのが免疫療法、はい、そしてさらに光免疫療法というのが 1,2,3,4 第5の治療って言われつつある、はい、これちょっと光って聞くとなんかあれみたいです、回線みたいです、怪しいですよね、うん、急になんか変な、ね、うん、はい、スピリチュアルね、スピリチュアル やばい方がありがとう、そっちの光違いますと、まあね、うん、光の輪みたいな、怖いじゃないですか、ね、はい、光免疫治療、はい、これは一緒ですと、うん、つまり、抗体打ちます、うん、ただこれは抗体を打ってそのがんがあったとします、はい、で抗体を打つとその抗体ががんに付着する抗体なんです、うん、見つけるみたいな、あ、そうです、あの例えば、まあ、マーキングしてくれる、そう、どっかわかんないですけど、 胃だったら胃にこう付着してくれる、うんうん、そしたら光を当てる、うん、光っていうのは波ですよね、光、あ、そうか、なんか難しい格言みたいな光とは波ですよ、光は波格言っぽく、あ、そうか、はい、光ってな、はい、波なんですよ、はい、光線って、あ、その波形がみたいなこと、そう、波であり、その波のもっと小さな粒の
粒子なんですよ、はい、粒の波なんですよ、はい、でその波の違いで波長の違いで虹って見えるのと一緒で、光って波なんですよ、その光を患部に当てると化学反応を起こし、その抗体が溶けてくれるみたいな、溶けるとかこう壊すというか、付着したものが癌と一緒になくなっちゃう、そう爆発するみたいな感じですね。でなると癌にひっついてるんで、はい、もう一緒に道連れにしてくれる。そうなんです。あのまあ癌の網膜みたいな膜があるんですけど、そこを破壊してくれる。そしたら治りやすいみたいなことをやると。すごいですね。ちょっと僕もと思うけど、まだいっぱいあるんですけどね。でまあこの免疫っていうのは基本的に副作用が少ない。それこそこの2つのね、そうっすよね、放射線とかより体の中から治すから。でデメリットは、まあ、先端医療なのでまだ解明されてない部分もあるし、全部に効かないって言われてたり、あとはやっぱ高い、高そう。この光免疫療法1回700万です。うわ、1回一部分700万ってことですか。そので4回ぐらい必要なんで、ワンセットで、それは大金持ちしか無理ですね。ただなんか知んないけど日本は保険適用されたんですよ、世界初。素晴らしいな。保険適用されても、でもまあ結構な額ですよね。でも高額医療制度も使って3割負担なんで、はい、かなり安くなる、まあまあまあそうですけど、ただまあこれはまあ今日はこの話はしないけど、あんまりみんながそれやり始めちゃうと赤字になっちゃうと、あの、皆さんの社会保険料で賄ってるから、おすすめされるかどうか分かんない、お医者さんからオピニオンとして。ただまあそういうような保険適用されましたと、これはでも知識として知っておくべきですね。知っておくといいということなんです、でこれも2020年に保険適用された。だその前の人たちとかは、かわいそう。 でも僕思うんですよ、この医療って過去の多くの人たちのそういう治療方法だったり、まあ、聞いた聞かないで亡くなってしまった人の積み重ねで今があるんですよ。言いますよね。これ僕はねすごく言いたいのが、悲しいけど悲しくない、次につながってるから、って思おうって、じゃないと浮かばれなかったりするし、絶対我々が大人になった時に、もっと年取った時にさらにいい医療が発達してるのは過去のデータによるものだから、感謝も必要だなと僕は思ったんで、今日ちょっとねこの癌のことをサクッと言ってみました。いやいや、ありがとうございます。いや、これは知っとくべき情報でした ね本当にすごいっすよ。いろんな、これ以外にもいろんな治療法があって、まあ、全部が全部に効くか分かんないけど、まあ、だからいろんなこうオピニあと提案がある、ありすぎて我々わかんないから、もうお医者さんを信じて、信じれなかったらもう一個他のオピニ、あのセカンドオピニオンを探してみるとかで、これででも命がね伸びて幸せならば、それでいい、すごい素敵だなと。一個でも付け加えると、その外科あるじゃないですか、外科も腹今割くみたいな感じでしたけど、もっとでもリスクも減ってて、あの内視鏡で取ることもできるんで、そうなると非常にリスクは少なくできる。女性はね傷口がちょっとっていうのもあるからさ、ね、場所によっちゃさ、だから体の負荷とか考えてもやっぱり、なのでがんはもしかしたら、進歩していってますね、この何十年かで克服するかもしれない。そうです。ただしでもね、お医者さん言ってます、じゃあ人類って言うけど、だ基本的にはこの個体は100年ぐらいで老いると、まあ、老いを進めを遅くする治療をするならば伸びるけど、基本的に人間って自然だと100歳ぐらいで死ぬ、以内に死ぬらしいです、はい、難しいですよ ね、はい、でもまあこういうことはあります、楽しみですね、はい、そうですね、夢があります、はい、ありがとうございます、はい、それでは締めたいと、ちょっと真面目になりすぎて、はい、今日真面目会でいい、いいですね。医学学会の人かなと思って、急にあのゆうきくんがそう見えて、あの医学研究所のあの申し子ですよ。申し子、なんつうの、何、もういいよ、終わらしてよ、お金もらってませんよ、もういいよ、押し売りか、押し売り、はい、ということは締めたいと思います。エンタメジャック石渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしました、はい、ということで、はい、ございます。じゃあちょっと、じゃあデビュー
ライブ前の、はい、デビューライブ前最後のじゃんけんです。いやいや、ナノメートル最後か。ナノメートルじゃんけん、どんなじゃんけんかな、はい、いきます、はい、せーの、ナノメートルじゃんけん、じゃんけん、グー。はい、グー、ありがとうございました。絶対みんなライブ来てね。はい、さよなら。ありがとうね、バイバイ。